どうも、ずんどうです。みたらしです。おはようございます。あ、おはようございます。私、非常に反省をしております。許しません。これから話すことに関してとても反省してますので、温かい目で見ていただき聞いていただければと思いますので。はい、許しません。ある出来事のお話をさせてください。はい、許しません。ある日の、会社終わりの、帰り道なんですけど、その日8時か7時半ぐらいか、夜のね、仕事終えて、電車通学です。通学じゃない、電車通勤なんで、はい、駅に行き、電車を待ってたんですよ、ホームでね。帰りのね。帰りので、普通にね、YouTube 見てたんですよ、片耳にイヤホンをしてですね、はい、ホームで電車を待っておりましたと。うん。で、ちなみにイヤホンは左耳の方なんですけど。さすがにね。さすがにね。右につけるやつはね、さすがにちょっと。気違いはいないよね。うん。すいません。はい。で、YouTube 見てて、なんかね、なんかドサっていう音がまず聞こえて。はい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 。で、なんか視界に、なんか誰かが転んだような、動きというか、ムーブが見えたんですよ。視界の中にね。あ、端っこの方で。端っこの方に。目の端の方に。で、何かなって、気にはなるじゃないですか。はい。チラッて見て、あ、誰かが倒れたんだっていうのが確認できたんですね。はい。で、すぐ起き上がるだろうっていうのもあったし、ちょっと関わるの面倒いなっていうのがあったんで、一旦 YouTube に戻ったんですよ。チラッと。それはそうですね。はい。うん。日本人たるね、そういう悪い性格が出てしまってね、関わりたくないという。いや、別に カゴに入ったリンゴぶちまけるとかじゃない限りは、立ち上がってもらうだけなんでね、はい、大丈夫だと思いますよ。で、すごい、ホームの端じゃないや、視界の端にね、まっすぐ見えましたと。はい、ホームの端は危ないんでね、離れてください。で、15秒、20秒ぐらい経った後に、なんかその向かいのホーム、はい、一応そのなんていうの、向かいのホームの人らがなんかわたわたしてるやん。わたわたして、なんかこっちのホームに来ようとしてるよね、階段の方に走ってて。はあ。で、これなんかただごとじゃないなって、その時思ってさ、倒れた方っていうか、視界に入ってたね、方を見たんですよ。そしたら、おじいちゃんが倒れてるんですよ。はいはいはい。おー、おじいちゃん倒れてるって、その時、ちゃんと理解して。転んだとかじゃなくて、もう明らかにぐったりなってるみたいな。ぐったりというか、あれだね、腕立てというか、プランクの状態でしたね。プランク。いや、さすがにプランクしてるだけでしょ、それは。さすがにプランクしてるだけだと思うやん。うん。うん。で、一応その向こうのホーム、反対側のホームからもさ、人が来るっていうことで、近くはないんだけど、一番近くにいたのが俺だからさ。あ、そうなんだ。うん。はいはい。で、大丈夫ですかっていう話を、声かけてね、大丈夫ですかつって、ずっとプランクしてるんですけど、体勢的には。はい、大丈夫ですかって背中さすりながら、どうしたんですかつって全然喋らんのよ。目は開いてんだけど、全然喋らなくて、で、大丈夫ですかって何回もさすりながら聞いてたら、エレベーター乗りたかったんだけどなつって、乗れんかったんやみたいな。はいはいはい。うん。で、その近くにちょうどエレベーターがあって、ホームからその改札の2階の改札に行くエレベーターがあって、あ、これに乗れんかったんや、なんで転んだんやろうって、思いながら、さすりながらさ、大丈夫ですか、はい、つって言ったら、その反対側から走って駆けつけてくれた、2人組の男性がいたんだけど、でその人らが来てくれて、今ちょっと駅員さん呼んだんでつって、ちょっと待ってくださいねつっていう状態で、今まで1対1だったんだけど、おじいさんと、3対1になって、あ、ちょっと安心したわと思って、でずっとさすってたのよ。大丈夫ですか、はいはいはい、つって、たださするだけの人間なんだけど、それ以上にすること分かんないですからね。そうで、分かんない、本当に分かんなくて、さすってただけのね。で、大丈夫ですかって言ったら、そのおじいさんがちょっと立たしてくれんかって言ったよね。はいはいはい。
あ、じゃあ立ちますか立ちますかっつって、で3人がかりで起き上がらして、うん、でその時なんか匂うなと思って、なんだこれはって思ったら、うん、おじいさんめっちゃ顔赤いやんね。はでその匂いもあれこれ酒じゃねって思ってはい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 、もうこの時点でその僕ら3人いたんだけど、そのおじいさんじゃない側として助ける側として3人いたけど、こいつやったなと思って、うん、全員がそこでこいつ酔っ払ってるだけだってなって、はいはいはい、でまあその後駅員さんも呼んでたから駅員さんも来て、うん、大丈夫ですかっつって、で駅員さんがもうその酒の臭さに感づいて、もしかしてなんかお酒とか飲まれたりしてますって言ったら、うん、おー飲んどるっつっておじいさんがねはいはいはいっていうね、そういう時があって、でもその酔っ払ってるだけっていうのが分かったから、もう僕らももういいですかねっつって、駅員さんあとお願いしていいですかっつって、そうだね、でその場はもうね、丸く収まったんですけど、はい、もうそのね、まあ最初に言ったんだけど許してほしいと言ったじゃないですか。はい、まあ、今回おじいさんがね、ただの酔っ払いだったからいいけどさ、うん、本当になんかその病的なやつだった時にね、病的な、はい、病的なやつで倒れた時にね、そのまあ実際僕さすってしかないんですよまあそれは意識がないとかじゃなかったんでね、まあ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 、はい、声かけてさすってるだけの、まあさすり男ですよ。はい、妖怪さすり男、ね、妖怪さすり男にしかなれなかったのがすごいね、まあショックじゃないけど、ちょっとイメトレ足りんかったなと思って、まあ、でも今回イメトレ不足をね反省しておりますよ。十分じゃないですか、急にね人工呼吸とかされても困りますからね、うん、意識あるのに確かにアルコール移っちゃう、うん、ギリギリ通報されますからね、うん、場合によってはね、まあ、ぶっちゃけそのこいつがいきなり視界に入ってただけだからさ、何が起きたか全然分かってなかったよね、その、うん、まあ薄くなってることしか分からん、うん、はね、プランクしてるんかなって思ったぐらいだから、はい、そう、向かいのホームから多分丸見えだったっぽくて、はいはいはい、エレベーターの周りでなんか何かが起きておじさんが倒れたんだみたいな、そうそうそう、なんか一部始終なんかあったんですかね、じゃあその前に、なんかな、多分ねあったのよ、うん、でそれを見て駆けつけたのがその2人の男性やったんだと思うんだけど、はいはい、まあね、やっぱイメトレって大事だねって話ですよ、やっぱり。でもその向かいの男性2人、うん、非常に素晴らしいと思うんですけど、うん、もうその人たち以外に人いなかったってことですか、その時周りにってこと、うん、なんかねもう一人ぐらいいたのよ、同じ俺と。なるほどね、まあでもホームにそんな人はもうほとんどいなかったんで、その人も一応フラって来てくれたんだけど、うん、あんまりいなかった、うん、はい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 、その人もなんかフラって来て、あ、ね、その一応駅員さんと話してる時にポツンとはいたんだけど、うん、気づいたらいなくなってたよね。はいはいはい、うん、そうだね。いや、まあ、うん、まだじゃあ良かったですね。なんかこう群衆心理といいますか、うん、人がね大量にいると余計行きづらいと思うんですよ。例えばその場に30人ぐらい人がいたら誰か行くやろみたいなね、そう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 、なっちゃうと思うんで、むしろねいい、いいリハーサルになったんじゃないですか。かもしれないね、うん、行きたくねーって思いながら行ったもん。うん、行くしかないですからね、俺かーと思って状況的にね、うん、かな、うん、っていうのがあってね、まあ、今回なんかホームとかに落ちたらね余計に多分考えないかんと思うんだけどね。確かにそれはだって降りるわけにもいかないですからね、自分も。そうそうそう、何をすればいいのか、うん、あんまり分かってないから、ちょっとイメトリしたいなと思って、ちょっと今度暇な時しようかなと思いますでも緊急停止ボタン押してくださいとりあえずね。そうね、うん、はい、まあ、今回味方がたくさんいたんでよかったですけど。そうですね、うん、まあ、皆さんもね、いつ何時何があるか分かんないんで、そんな時こそ冷静にプランクをやりましょうはい、ちょうど2人いたんでね、ぜひあなたは AED を持ってきてくださいあなたは救急車を呼んでくださいのやつもね、あなたは駅員さんを僕はプランクをします、はいぜひプランクしてみてください、よく聞くんでね、うん、めっちゃおもろいなその光景
ぜひ横で横で並んでね、おじいさんの横に並んでプランクしてください。他の皆さんはプランクを、はい、苦しい時はジェシカのおなねをしろ。ないぞないぞ。あ、いや、ちょっとビリーズブートキャンプが出てしまいました。失礼しました。はい、一応今回ショート100回目なんでこういう話をさせていただきました。ああ、えらい。はい、それではいってらっしゃい。いってらっしゃい。